バウンティーラッシュジャック。ジャックの強みは圧倒的火力。敵を攻撃すると攻撃力がどんどん増加していきます。ジャックの通常攻撃、スキル1は多段攻撃なので、比較的簡単に火力を上げることができます。その特性をさらに輝かせてくれるのが回避遅延の特性。一度捕まえたらまあ逃がしません。攻撃力増加と回避遅延を駆使して敵をバンバン KO したいところなんですが、耐久性はほぼ皆無なのでそこは要注意。マンモスに変身している間は大幅なダメージカットや状態上武功を得られますが、通常時には耐久性性能が全くと言っていいほどありません。やるかやられるか、恋人は上腕二頭筋、そんな言葉が似合うキャラです。おすすめの戦い方としてはスキル1の援護射撃ですかね。リーチが非常に長いので見ていないところから渾身の斬撃を食らわせましょう。回避できないんで基本全弾命中します。タイマンはあまりおすすめできないですかね。今回はこのマンモス状態が非常に強いということでね、闘魚とブレイキングダウン、タイマン張ろうと思います。魚より魚人の方が上ということを証明しやんよ。うおー、バウンティーラッシュクイーン。クイーンの強みはスキル1のブラキオボムバ。約9秒間という長い時間無敵状態となり、旗を守り続けることができます。このスキルを利用してお宝ゲージを回復し、もう一度スキルを打てるようにしたり、吹っ飛ばされない状態を作り出したりと有利に戦っていくのが理想です。長いがゆえに隙ができちゃうのはたまに傷ですが、まあ優秀なスキル。他にも敵を簡単に吹っ飛ばすことができたり、スキル2のおしるこを飲むことによって状態上無効を自身に付与したりと、ディフェンダーに欲しい要素を兼ね備えている。血源の中でも上位のディフェンダーとなってきます。そんなクイーンの弱点としては機動力や多段攻撃がないので、動ける系王冠版のキングに対しては少々苦手といった感じ。まあでもシャンクス環境に比べては活躍できますよね。このキャラは放っておくと勝手にダンスを踊るんですが、今回はそれを利用してダイエットしてもらおうと思います。やるからにはね、鬼コーチとしてビシバシやっていくつもりなんで、クイーン覚悟してちょうだい。はい、1,2,3,4。もう無理。バウンティーラッシュキング。彼の強みは主に2つ。破格のゲッター性能と環境アタッカーに対抗できる点。キングは旗ダッシュ中3回攻撃を無効化し、ダッシュ速度も速いです。機動力も丸子以上あって、仮に敵がいてもよろけ無効の特性や割合ダメージ、吹っ飛ばしのスキルなどで対処することができます。これだけでも優秀なんですが、とんでもない特性が他にもあった。それはパラメーター増加中の敵に攻撃された時、強化状態を解除するもの。火力は下げられないものの、覇気やマグマグを簡単に解除できるゲッターはマジで強い。スキルにもアタッカーに対して火力がめちゃ出るので、結構普通に倒せます。弱みとしては状態上含めた耐久力。まあゲッターなんで仕方ない気はしますが、ウタやルフィはかなりきつい。それでも優秀ゲッターであることは間違いないですけどね。今回はガチャの排出率も 2% といつもより高いので、初心者や無課金の方には結構おすすめなガチャとなった。そう、杖どうしたら止められるんだよ。あなたはキング、こいつルナーリ。あ、止まった。はい、ひょっこりはん。